少年トレチアは、次元大水の小説。2002年1月に講談社より、単行本。2005年2月に集英社より文庫が、刊行された。長らく絶版となっていたが、2020年4月、早川書房早川文庫 JA から再刊された。46版、早川文庫版の総画は、七の平友、想定は、松木美希。集英社文庫版の総画は、萩尾元。 AD 松木希世紀末。信仰団地、ヒヌマサテライトで、謎の少年、トレチアの噂が囁かれるようになる。サテライトで育った青年たちは、都市伝説じみた風文に恐怖する。トレチアとは彼らが幼い頃、過激で、インモラルないたずらの言い訳としてでっち上げた、架空の存在であるはずだったのだ。アバウト。2020年1月3日閲覧。 多目的掲示板2011年5月12日投稿。2020年1月3日閲覧。多目的掲示板2011年5月12日投稿。2020年1月3日閲覧。多目的掲示板2014年3月20日投稿。2020年1月3日閲覧。多目的掲示板2013年10月13日投稿。 2020年1月3日閲覧。2003年第56回日本推理、作家協会賞長編及び連作短編集部門。2020年1月3日閲覧。ありがとうございます。